天炎山は、徳島県鳴門市にある山である。別名は、天賀・坪、天賀園。地元民からは、天賀山と呼ばれている。標高434.3メートル。さぬき山脈の東端近く、鳴門市のほぼ中央に位置。鳴門市大麻町、大谷の集落の北方3キロメートルに位置し、大谷の大谷川と大麻町。 坂東の日戸の谷川の分水嶺を構成する。板野軍子及び国土地理院の地形図では天縁山と表記されているが、天がズボンと表記されることもある。天縁山という名の由来は不明とされている。山頂からは、内野海、鳴門海峡、淡路島、大手海岸、吉野川など、広範囲にわたって展望できるほか、山頂には雨の渦命を祀る天が、 す神社が建てられている。山腹には、猿の墓と、漁師の墓があり、昔、トイドの谷の大猿が、大浅彦神社の金を持ち運んだりして、人々に危害を加えていたところ、ハリマ国の漁師が退治しに行ったが帰りうちに、会ってしまった。その知らせを聞いた漁師の弟が、この地を訪れ兄の仇を討った。猿の墓と、漁師の墓は、 その大猿の墓と漁師の墓のことである。国土地理院には天縁山と記載。角川日本地名大辞典36徳島県には天慶園と記載。ありがとうございます。